3次予選では、私が大好きなショパンのコンチェルトの2番を弾いたんですけど、もうその大好きな曲を素晴らしい山口先生の OK パートと一緒に演奏できたこと自体がすごくもう幸せで、なんかこうこの状況の中でアンサンブルとかも全然できていなかったし、もうこの環境を用意していただけただけで本当に嬉しかったので、なんかそれでセミファイナルまで選んでいただけて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。私がショパンコンクールを目指すようになったきっかけが、10年前のショパンコンクールを YouTube で見たことなんですけど、もうその時からコンチェルトを弾くんだったら絶対1番じゃなくて2番にしようと思っていて、なんかこうそれからやっぱり2番のコンチェルトを聴くと、なんかこう自分にすごいしっくりくるというか、私が好きな音楽ってこれだっていう、なんかもうその理想の形みたいな感じで、もうだからこの曲を演奏することが本当にずっと夢だったので、そういう強い思い入れはあります。2時の時は近い時代の曲を集めてやったんですけど、セミファイナルはもう本当にバロックから新曲まで含めて、こういろんな時代を網羅しているプログラムなので、この一曲一曲の個性とかを生かしつつも、なんかこう有機的なつながりみたいなものも出したいなと思っているので、もうとにかく一曲ずつまずはちゃんと曲と向き合って丁寧に仕上げていって、ちゃんとこう全体としてのまとまりも持たせられるように丁寧に取り組んでいきたいと思っています。なんかこの特急に挑戦してる期間を通して、すごい自分が音楽をやってる意味みたいなものを考えるようになって、こうなんか本番のたびにそれを考えるようになったんですけど、2時でフランクを弾いたりとか、あとショパンのノクターンとか、なんかもう本当に癒しとか、こう最後に救われるみたいな音楽がすごく私もともと好きで、なんかそのこういう環境だからこそ、こういろいろ葛藤とか苦しみとか、こういろんな思いを抱いている人がいるから、そういう人にこう救いとか癒しとか、そういう時間とか音楽を届けられるような人になりたいなと思うようになりました。はい、ありがとうございます。